皆さん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、コード進行を覚える秘密という話をさせていただこうかなと思います。コード進行を覚える秘密。まあ、秘密というほど秘密ではなくて、割とというか結構成功法だったりとかするんですけども、よかったら参考にしてみてくださいませ。まあ、この方法をうまくマスターすると、まあ、何よりも大きなメリットとしては、レパートリーがめちゃめちゃ増えるということです。レパートリーが増える。しかも、その増えっぷりがもう飛躍的に尋常じゃなく、桁違いに増えて、いきます。10、20、30とか、もうそんなんじゃなくて、100、200、300っていう、もうそういうレベルで、レパートリーが増えていきます。これなんでかっていうと、何が起こってるかというと、どういうことかと言いますと、皆さんにとって、知ってる曲と弾ける曲っていうのは別のカテゴリーなわけじゃないですか。知ってる曲の中の一部の曲を、楽譜を覚えたりとか、もしくは楽譜見ながらならば弾けるという形になっていると思うので、知ってる曲と弾ける曲っていうのは別のカテゴリー。なわけです。けど、このメソッドといいますか、この方法をうまくマスターすると、知ってる曲ならほぼ弾けるっていう状態になります。知ってる曲の8割、9割は弾けるっていう状態になるんですよ。なので、皆さんがもしそのメロディを覚えてたりとか、カラオケで歌えたりとか、その曲自体をその覚えてるならば、大体弾けます。もしその曲がその100曲あったとしましょう。100曲覚えてるとしましょう。そしたならば、もうレパートリーとしては80、90とか。そんなレベルになってきます。で、もちろん皆さんやっぱりいろんな曲を聴いてますし、結構掘り起こしていけばやっぱね、200曲、300曲とかしてたりとかすると思うんですよ。なんで、まあ、レパートリーとしては、普通も200、300っていうレベルで、レパートリーが増えていきます。これね、なんかすごい、まあ、夢のような話ですけれども、でも本当です。ちょっと前置きというか余談になってしまうんですけれども、僕自身、その、ツイッターとかの生放送、ツイキャスとかで、そのね、長時間、バーっとギターを弾いたりとか、あと最近、YouTube の生配信でも、その、日曜日の夜に、YouTube ライブストリーミング生配信してたりとかするんですけども、その中で、こう、バババッと、このギターを弾いてるわけですよ。で、ギターを弾いて、その曲数としても1曲、2曲とかじゃなくて、こう、何十曲も、こう、バーっと弾いてるんですけれども、毎回、コメントがつきます。どんなコメントかと言いますと、その、なんでそんな曲を覚えてるんだっていうコメントとか、楽譜見てるのかとか、全部そうやってどうやって覚えてるんだとか、そういったコメントが、よくいただくんですが、覚えてるわけじゃないんですよ。覚えてるわけじゃないんです。単純にその知ってれば弾けるから弾いてるだけなんです。中には、その、練習したことない曲もありますし、弾いたことない曲もあります。聴いただけの曲もあります。けれども、普通に知ってればほぼ弾けるから、普通に弾けるという状態なわけですよ。まあ、単純にね、すごいこう便利なスキルなので、できれば、習得していただければなという感じですけども、ちょっと難しいので、その日はまあ頑張って練習をしていきましょうということでございます。で、ちょっくらこの動画2本に分けようかと思ってるんですけども、少し長くなるかと思います。けれども、できれば、最初から最後まで見ていただきたいんです。興味を持ってちょっと練習し始めたならば、最初から最後まで見ていただけると嬉しいです。なんでかと言いますと、この手の話って、こういう知識がありました、こういう知識がありました、こういう知識がありました、つって、この知識が全て揃った時点で、こう、1個、ステージが上に上がるって感じなんですよ。これだけあっても、レベルアップできないし、この2つだけあっても、その、ステップアップできないと、全部揃って、やっと理解ができて、全部揃って、やっと練習ができて、全部揃って、やっと理解、この知識がついて、で、その全部揃って、やっとマスターしてっていう感じで、その全ての要素が超大事になってくるので、1個だけ覚えた、2個だけ覚えた、3個だけ練習したとか、もうその状態で終わってしまうと、ちょっと無駄になってしまう時が多いんです。なんでまあね、ちょっと難しいんですけども、できれば、1回その動画を最後まで見ていただけると嬉しいなという感じです。学校行く途中の電車の中で見てるんだったならば、途中まででもいいです。普通にまたお昼休みに再開してください。で、お昼休みに全部見終わらなくても、また帰りの電車で見てください。で、またお家に帰って寝る前とかにまた見てみて、途切れ途切れでもいいんで、最後まで確認していただけると、嬉しいです。という感じです。はい。ではでは、知ってる曲ならほぼ弾ける。それを実現するために4つの要素がございます。4つの要素です。この1本目の動画では、この4つの要素がどういうものなのかを軽くかいつまんでバーッとお話しさせていただきます。勘のいい人、要領のいい人だったら、多分この話を聞くだけで、あ、そう練習すればいいのねって全てが解決すると思います。この1本目の動画だけで全てが終わると思います。で、その4つの要素を、じゃあ具体的にもうちょっとどういうふうに練習したらいいのか、どういう考え方をしていったらいいのかっていうのを2本目の動画でご紹介させていただこうかと思います。とりあえず今回の動画は4つの要素を紹介させていただきます。順番に行ってみましょう。4つの要素。まず1つ目。まず知識についてですね。知識。それは何かと言いますと、コードの知識です。まあ、当たり前ですよね。当たり前ですよね。そのコード進行を覚えるためには、まずコードを覚えてなければ。いけないわけですよ。ことわざを覚えるためには、まず日本語を覚えてなければいけないわけなんです。そんな感じで、まあ、基本となる言語みたいなもんなので、まずこれはまあ、頑張って覚えちゃいましょう。
で、コードと聞くとね、もうその時点でなんかこう、うわー、難しそうだわ、もうなんかそういう理屈的なことは嫌やわー、みたいな感じに思う方も多いかと思うんですが、そんなに根詰めなくていいです。一つの目安として、シャープ、フラット、小文字の M のマイナー、この3つは自由自在に使えるようになってください。これは最低限のラインです。この3つの要素は最低限のラインです。例えば、A、フラット、マイナーとか言われてもギターでこうバッと弾けると。G、シャープとか言われてもバッと弾けると。C、フラット、マイナーとか言われてもバッと弾けると。こんな感じで、このフラット、シャープ、フラット、マイナーの組み合わせ、これはどういう組み合わせで来てもすぐに弾けるという状態を作ってください。これが最低限のラインです。もし余裕があれば、メジャーセブンスとセブンスくらいは覚えておいてもまあ便利かなとは思いますけれども、最低限としてはこのシャープ、フラット、マイナー、この3つの要素だけで大丈夫です。で、この辺の話も結構危ういぜ、おお、なかなか覚えてないかもしれないぜという方は、この辺の説明をしている動画も他にございますので、そちらを参考にしていただきますと幸いでございます。何度も言うですけれども、シャープ、フラット、マイナー、この辺を把握できていれば OK です。なので、まあ、この要素1のコードとしてはそんな難しくはないですね。すでにもうその要素は持ってるぜという方がほとんどかと思うんですが、まあ、そんな感じでコードをしっかり覚えておこうよということでした。2つ目、これは何かと言いますと、ダイアトニックコードというやつでございます。ダイアトニックコード。まあ、よく出てきますよね。ダイアトニックコード。簡単にかいつまんでお話をさせていただきますと、すべての曲、はですね、このキーというものが存在しているんですよ。キー、鍵、要、中心。まあ、この基準となる音ですね。基準となる音。このバーンと、この音を基準にしていくぜ、この曲はバーンつって、そういうキーがあるわけですよ。デンつって、ボーンつって、ダーンつってこう。例えば、キーが C と言われたならば、C、まあ、つまりドの音ですね。どの音を基準にこの曲を組み立ててますよという意味合いになります。キーがあって、で、そのキーを基準にして、その使える音階はどういう音階があるかなっていうのを割り出して、で、その音階を割り出したら、その次に、その、この曲の中で使えるコードは何かなっていうのを割り出すわけです。この曲の中で使えるコードは何があるだろうかと。キーがあります。で、そのキーを基準にして、こう、バババッと音階を割り出したものを、ダイアトニックノート。とか言ったりとかするんですけれども、で、このダイアトニックノートを使ってどんなコードが作れるだろうかっていうのがその下にあるダイアトニックコードという感じです。ちょっと細かい話はすっ飛ばしますけれども、その辺理屈的に、理論的に知りたいという方は、その辺の動画もまた、別途ございますので、そちらを参考にしてみてくださいませ。ここで言うそのダイアトニックコードは、そのダイアトニックコードを丸覚えしてほしいということです。それぞれのキーに対して7個。ダイアトニックのコードがあるんですけども、この7個を丸覚えしてほしいって話です。しかし、結構ちょろいです。結構ちょろいです。全部のキーを覚えたいところなんですけども、まあ、あんまり使わないキーもあるから、とりあえず、D、E、C、D、E、F、G、A。この6個の、ダイアトニックコードを丸覚えしてください。すごい簡単ですね。ちょろいっすよ。ちょろいっすよ。全然簡単ですよ。マジで。キー C の時のダイアトニックコード、7個あります。まあ、全部7個なんですけど、7個あります。ちょっとバーッと書いてみますと、よかったらメモしてみてくださいませ。すぐ覚えられます。キーが C の時のダイアトニックコードは、まず1個目が C です。C からスタート。で、2個目は D マイナー、3個目に関しては E マイナー、F、G、で、こう A マイナーがあって、で、B マイナー、セブンスフラットファイブとかっていう名前があるんですけども、すげえ、長ったらしいし、なんかすごい、ややこしいっていうか、わけわかんないので、B something でいきましょう。B something。something なんたら、B の何か、みたいな感じです。次いきます。D の、ダイアトニックコードは、D、E マイナー、F シャープマイナー、G、A で B マイナーがあって、C シャープの something です。はい、次。E、F シャープマイナー、G シャープマイナー、A、B、C シャープマイナーで D シャープマイナーのサムシング。はい、次 E、あ、F か。F、G マイナー、A マイナー、B フラット、C と。どうすか？なんかバーッと眺めてて、なんか気づくことありませんか？なんか法則ありますよね。明らかに。なんかすごい覚えやすそうな法則があるのがわかるかと思うんですけども、どうでしょう？この縦ラインとかでちょっと見てみてくださいませ。縦ライン。なんか法則ありますよね。それ何かっていうと、1個目のコードはまあこれはいいとして、2個目のコードですね。この列。この列。2個目、3個目、6個目に関しては、マイナーがつくんですよ。つけ忘れてる。2個目、3個目、6個目に関してはマイナーがつくんです。で、その次、7個目のコードに関しては、サムシングがつくんです。もうこんな話っすよ。
で、このアルファベットの方もね、単純に順番に並んでるだけですからね、C、D、E、F、G って、普通にこの A、B、C、D、E、F、G まで言えれば、もう、ここのアルファベットを書き出すことができるわけです。頭にボンって D があったなら、そのから D からバーンってこうアルファベットに並べればいいんですよ。E からもバーンって、F からもバーンって、G からもバーンって、アルファベットにも順番を書ければいいんです。まあ、合間にそのシャープがついたりとか、そのフラットがついたりとかするんで、この辺がまあ唯一、ややこしいポイントではあるんですけれども、まあ、覚える暗記物としては結構簡単な部類っすよね。結構簡単な部類っすよね。パブロ・ピカソのフルネームを覚えるよりもはるかに簡単な。パブロ・ディエゴ・エセ・フランシスコ・ネポムセのなんたらかんたらみたいな、確かその名前だったと思うんですけれども、クリスティーノ・クリス・なんとか・ネポムセの、なんとかマリアみたいな、そんな感じの名前だったと思うんですが、それよりも全然はるかに簡単ですよね。アルファベット順に並べて、2個目、3個目、6個目に関してはマイナーをつけて、7個目はサムシング。で、適当なところにそのシャープとか、まあ適当つってもその、まあ、いいところですよ。大事なところにシャープ、フラットをつけると。どこでもいいってわけじゃないですよ。どこでもいいの適当じゃなくて、ちゃんと適切なところにシャープとフラットをつけられるという感じです。この6個のダイアトニックコードを丸覚えしてほしいというところでございます。丸覚えするだけで OK です。で、理屈的なことを知りたいという方は、先ほども言いましたけれども、なんか理論的な動画とかを参考にしていただければ OK です。でも、知らなくてもいいです。丸暗記で言いましょう。丸暗記で。これが2つ目の、知識、ダイアトニックコードでございます。それですよね。全然簡単です。で、この1つ目、2つ目に関しては、まあ、割とちょろいんですけれども、次あたりからいきなりグッと難易度が上がってきます。グッと難易度が上がってきます。知っていればほぼ弾ける要素3つ目としては練習の仕方です。1、2に関しては知識だったんですけども、3個目に関しては練習です。3、4に関しては練習の内容になります。それは何かと言いますと、3つ目、書き換え練習です。書き換え。コードを書き換えていく練習をします。どんな感じでやっていくか。ちょっとここ大変なんで、ちょっと腰を据えて、ついてきてください。スピッツの空も飛べるはずという曲がございますよね。空も飛べるはず。サビの部分、行ってみましょう。ケンケンケン。君と出会った奇跡が、この胸に溢れてる。人今は自由に。空も飛べるはず。こんな感じのコード進行になっております。C、G、A マイナー、F、G、C と。まあ、こんな感じのコード進行が並んでいるわけなんですけども、これをアルファベットで見るんじゃなくて、数字で見ててほしいわけなんです。さっきのダイアトニックコードの知識が生きてきます。数字で見ていくわけでございます。この曲、キーが C なんで、一番最初のコード、この C に関してはこれを1番と名付けますと。番号を振っていくわけですね。こいつ1番、こいつ2番、こいつ3番、こいつ4番と。こんな感じで。で、このコード進行をまず番号に直します。やってみましょう。1、5、6、4、5、1。4、5、3、6、2、7の5。こんな感じです。それぞれのコードを、数字で表してみました。こんなところです。で、この次に次は何をするかと言いますと、またちょっとメモってほしいことがあります。メモってほしいこと。それは何かと言いますと、C, A, G, E, D です。C, A, G, E, D。で、その下に数字を書いてください。0、3、5、8、10。ちょっとこの目も、超絶大事です。音、照明が当たって、微分 C が見えないぜ。C です。C, A, G, E, D。0、3、5、8、10。はい、そんな感じでございます。ちょっとこの辺は使えないそうなんですね。勉強になります。ちょっと違うところに書きましょう。少々お待ちください。C, A, G, E, D。0、3、5、8、10。こんな感じです。で、これらを使ってさあどうやっていくかと言いますと、こんな感じで書き換えの練習をしていきます。まず最初、普通に弾いてみましょう。普通に弾いてみましょう。この曲を。
わけです。これがまあ最初の基本のゾーンって感じでございます。で、これを、キー C からキー A に書き換えの練習をしていきます。どういうことか。これはちょっと難しいんだ。キー A のダイアトニックコードをまず書いてみましょうか。この時点でちょっと勘のいい方は、なるほどねって思ったと思うんですけども、どうですかね、なるほどねってなりましたか。G シャープのサムシング。こんな感じです。カッポが0の状態だと僕は今キーが C の世界にいるわけなんですよ。なのでそのキーが C の世界にいるんで、ダイアトニックコードとしてはこれを、使っていくわけなんです。で、それぞれの数字に対応するコードを引いていってってなるわけなんですけれども、カッポ3にすると、はぁー、シュンつって、この瞬間に僕は今キー A の世界に飛び込んだことになるわけです。カッポ3にすることによってキー A の世界に飛び込みました。ここで何をしなければいけないかっていうと、A の世界なんで1と聞いたら A を引かなきゃいけないんですよ。このキーが C の世界の時の1は C です。C です。けれども、カポが3の時のキーが A の世界の時は1は A です。5は E です。これ6は F シャープマイナー。で、D があって、E がいて、A があってという感じなわけです。ちょっとやってみましょうか。キーが A の世界で、Let's try! からスタートするわけですね。1があって、5があって、6。で、4に行って、5に行って、1と。で、4、たた、5、たた、3、たた、6、たた、2、7。こんな感じの練習をしていくわけです。最初は慣れないと思うので、いろいろ確認して、紙に書いたりとかしても OK です。で、今みたいに、慣れてくれば、今みたいにそのカッポを使って、もうひたすらコードを弾いていく練習をしていくという感じです。もうちょっとやってみましょうか。キーが、カポ語にするとキーが G の世界に今飛び込みました。ここでまた弾いてみますと。おう。4、タタ、5、タタ、3、タタ、4、タタ、A、7。ちょっと遊んでしまいましたけども、カポ語にすることによって、僕は今キーが G の世界に飛び込んだので、キー G としてダイアトニックを弾いていかなければいけないと。同じように、キーが、カポが8になれば、キーが E の世界になるので、タタタタで、カポが10になれば D の世界なので、タラタタタ狭い狭い。おしょい。お、こうか。こんな感じの遊びになるわけです。なんとかわかりますでしょうか。こうやってその書き換えをしていくと、その、一つのコード進行、一つのモチーフに対して、もういろんなキーで練習することができるんですよ。今これたまたまそのスピッツの曲を取り上げましたけど、モチーフは本当に何でもいいです。その皆さんが今練習している曲でもいいですし、なんかこうシンプルな曲を狙ってもいいですし、単純にその今練習している曲、好きな曲何でもいいです。モチーフは何でもいいです。で、今、キーが C の曲だったんで、カポ0の時にそのキーが C の世界で弾きました。けれども、もしその皆さんがチョイスした曲が、キーが A だったとします。すげえなんかスピッツ大好きな人みたいな感じですけどまあこんな感じでその A の曲があったとするじゃないですか。そしたならば、そのカポが0の時にキーが A なので、
カポが0の時にキーが A なので、5-3 してカポが2の時に G の世界に飛び込むと、8-3 をしてカポが5の時に E の世界に飛び込むという感じの計算をすることになります。まあ、この辺はちょっとね、引き算をすれば全然わかる話なので、多分大丈夫だと思うんですけれども、こんな感じで、モチーフは何でもいいので、キーに合わせてそのカポを変えたりとかして、そのいろんなところで弾いていくという練習をしていくと。これがその要素3つ目の書き換えの練習という感じでございます。普通に紙に書いてもいいですし、今みたいにそのギターで演奏してもいいですし、この辺のやり方はお任せいたしますが、もうどんなキーであろうと、もう数字でコードが弾ける。これが3つ目の要素です。ちょっと難しいですよね。でも練習すれば必ずできるようになりますので、うおー、こんがらがるぜってなりながらも、ちょっと頑張ってトライをしてみてくださいませ。とりあえずそんな感じが3つ目の要素でございます。もっと具体的な練習の仕方に関してはね、さっきも言いましたとおり、その2本目の動画の方で詳しく説明をしていきますので、ちょっと詳しい話を聞きたいという方は、そちらを参考にしてみてくださいませ。とりあえずここではざっくり、こんな感じでやるよという話です。まあ、結構詳しく話しますけどね。全然関係ないですけども、ちょっと、その余談は後にしよう。最後にします。4つ目の要素、またあるんですけれども、これがですね、またややこしいんですわ。3つ目に関しては、書き換えでしたけれども、4つ目に関しては単純にそのイヤートレーニングです。イヤートレーニング。耳を良くするトレーニングという感じです。聴力を上げていくわけです。でも聴力といっても別に目がいい悪いの、その目が見える、見えないの、そういういい悪いではなくて、音感を良くしていくということです。で、その音感を良くしていくためにはどうしたらいいかということになるんですけれども、そうだな。ちょっと順番に。平たく言うと、曲を聴いたときに頭の中に数字が思い浮かぶ状態、これを目指すわけです。曲を聴いて頭の中に、今これ1だな、これ4だな、これ2だな、3だなっていう感じで、そのディグリーって言い方をするんですけども、さっきのダイアトニックの数字、あれが頭の中に浮かぶっていう状態を最終的に目指していきます。で、これどういうふうに練習してそれを身につけたらいいかっていう話になると、さっきの書き換えを何回も何回もやっていると自然と身につく。ものではあるんですが、また別の側面からお話しさせていただきますと、曲をめちゃめちゃ集中して聴くっていうことが大事になってきます。曲をめちゃくちゃ集中して聴く。あれ？なんかちょっとこれは、なんか意図しないキャップの取れ方がしましたが、ちょっと。これです。ダイアトニックコード、全部でその7個コードがあるわけじゃないですか。しかもなんかこう、キャップ失敗した場合には薄いっていうね。これだ。こっちですね。こっちですね。1、2、3、4、5、6、7という感じで、その7個のコードがあるわけです。で、そのそれぞれ7個のコードに対して役割っていうのがあるんですよ。役割。まあ、それぞれその1から7番目のコードに対して、それぞれに役割っていうのがあるんですけれども、ちょっとまあ簡単に、1番と5番の役割のお話をさせていただこうかなと思います。1番と5番。1番の音はトニックなんて言い方をするんですけど、まあ、とにかくまあ優等生です。もうすごいこの安定感抜群の、まあ、超絶優等生、まるでそれは、いうところの、出来すぎ君的な感じのその優等生なわけでございます。ちょっと音を聞いてみると、こんなん。これ。これがその1番の、響きなわけでございます。なんかすげえこの安定感があるじゃないですか。いろいろこの紆余曲折。あったとしても。出来すぎ君。すげえこの終わった感が触れますよね。安心感というか安定感がある感じが、なんかわかりますでしょうか。まあ、これ、その用語で言うと、解決って言い方するんですけども、まあ、この安定感こそが、この一番の最大の特徴でございます。最初に来てもいいですし、終わりに来てもいいですし、もうどこに来てももう、すごいこの抜群の安定性を見せるわけです。これがその出来すぎ君のコードでございます。これがそう何を意味するのかわかんないですけど、まあ、出来すぎ君のコードでございます。それに対してこの5番のコード、これは、用語で言うと緊張って言い方するんですけども、不安定な響きがすると。不安定でもあるし、見方を変えると、この、1に行った時のこのね、安定感がすげえ抜群なので、まあ、見方を変えると1に行きたくなるような響きとも取れますよね。もうこのままではこれで終われねえ、もうこいつ単品ではもうどうしようもできねえみたいな感じの、なんかそういう感じなわけですよ。あの相棒が必要だなっていう、この相棒感なんですかね。まるでそれはそのドラえもんのいないのび太かのような、あと、そうそう、これドラえもんのび太みたいな、のび太からのドラえもんみたいな感じのね、オスオラ
悟空みたいな感じの、野村の悟空っていう感じの、なんかそういうこの解決感があるわけじゃないですか。この5の不安定さと、この1の安定感、これそのキーが変わっても全部役割は一緒なわけですよ。もうどの曲を聴いても5が出てきたときには必ずこういう不安定感っていうのがありますし、1が出てきたときには必ずこういう安定感があるわけなんです。それをこの聞き取る能力を養っていくという感じでございます。何とかわかりますでしょうか。これは5ですよね。このたんびに終われない感じ。こっからさらに片足が浮いているから、あーちょっと不安定だな、うーブラブラしちゃうな、どっこいって感じの、あープラブラしちゃうな、どっこいプラパどっこいみたいな感じの、そういうこの安定感と不安定感の2つの要素という感じでございました。なんとなく見えましたでしょうか、1と5の要素で。先ほども言いましたけれども、その7個の行動それぞれに対して役割があるわけなんですけど、難しく思うかもしれないですけども、7択ですからね。たった7択ですからね。7個しか選択しないんですよ。しかも今、1と5に関しては何となく覚えたから、あと5個しかないんです。2、3、4、6、7。このそれぞれの5個の行動に対してもその役割を感じ取れるようになれば、すべてがオール OK なわけでございます。まあ、もちろんそんな簡単にはできないんですけれども、本当、何回も書き換えをしたりとか、何回もいろんな曲を弾いたり聴いたりとかしていくと、自然とそれが身につくようになります。で、ある程度できるようになってきたならば、曲を聴いたときに、その今何度の構図なのかなと、数字をこの思い浮かべる練習をしてみてほしいんです。最初はやっぱすげえ難しいですけれども、慣れてくると、ある日突然、見えた。頭の中に数字が思い浮かぶぞっていう時がですね、やってくるので、これ本当だぜ、本当だぜ。そんな感じで、ちょっと練習をしてみていただけるとすごく嬉しいなという感じです。最終的に、その知ってればほぼ弾けるを実現するために、知ってればほぼ弾けるを実現するために、最終的にその頭の中で耳コピをすることになるんです。とりあえず練習段階では、その書き換えを練習したりとか、聞いた音をそのネディグリで当てたりとかすればいいんですけれども、最終的に一番最後の最後でやることとしては、弾いたことがなくても、聞いたことがある曲、覚えているメロディーだったならば、頭の中で再生して、それを耳コピーして演奏していくっていうスタイルになるんです。最終的には。で、それをするためには、これこれこれ、こういうことで、こういうことで、こういうことでって今説明させていただいているんですけども、最終的には頭の中で曲を鳴らして、それらを全部その耳コピーして、で、キーをちゃんと把握して、ダイアトニックに当てはめて演奏していくということになります。なんとなくイメージが湧きましたでしょうか。そんな感じで頭の中での耳コピーっていうのが、最終的なステップになります。そのための要素として、まあ、こういう要素があるよということです。それぞれ7個のほど役割がちゃんとありますので、それらをちゃんと、ね、ヒアリングできるように、ちょっと頑張って練習してみてくださいませ。ちょっと余談になりますが、この手の、なんかこうローマ数字のこの表し方は、そのナッシュビルコードとか、なんかディグリーとかって言ったりとかするんですけれども、普通は参考書とか読むと、大体このローマ数字で表されることがほとんど、というかほぼほぼです。まあこれはむしろ基本です。でも僕はちょっとそれに反して必ずアラビックで書いてしまいます。これなんでかっていうとちゃんと理由がありまして、僕ローマ数字全く使わないんですよ。これなんでかっていうと書くのに時間かかるからなんです。自分がその音を聞き取らなきゃいけないときっていうのは、その大体その、なんて言うんでしょう、その書かなきゃいけないときが多いわけなんですよ。その全然知らない曲をね、用意スタートってこう再生ボタンをプチッと押すじゃないですか。で、それ聞きながらそのずっとこのコードを書いていくわけなんです。その数字で。で、数字で書きながらその隣で iPhone でこうタップしてテンポを割り出したりとかして、どん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 こう整っていって。で、その曲を聴き終わったら、そのままこのじゃ演奏ドンみたいな感じで書かなきゃいけないんで、このローマ数字で書いてると間に合わないんですよ。この線が多すぎて。なんでこうバンバンバンって、こう、一拍ずつで、ね、コーチェンジする曲とかもあったりとかするから、そういう時にね、いちいちこう、3、4、5とかって書いてらんないから、わさささささってこう、アラビックで書かないと間に合わないということで、もう僕はこっちで書くことはもうまずないという感じです。なんで、まぁちょっと、勉強していらっしゃる方にとっては、こっちでやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと、混合してしまうかもしれませんけども、ちょっとその辺はご了承いただけると、幸いでございます。ちょっと僕はスピードが、必要なんです。オラ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 って楽譜を書かなければいけないからって。ってな感じでローマ数字を使わない文化になってしまいました。チャンチャンということです。はい。ではでは、ちょっくらいろいろと難しいことを並べてみましたけども、以上な感じです。なんとなく、全体像が見えてきましたでしょうか。全体像が見えてきてもね、まあ、いきなりはできないと思います。でもまあ、できるできないじゃなくて、その分かる分からないがまず最初ですからね。なんとなくその、あ、こういうことをやればいいんだなってことを分かればいいんです。あとはそれをできないをできるようにしていくステップという感じですね。で、まあ次の動画で
それぞれのこういう練習とか考え方とかをもっと、深く掘り下げてやっていこうかなと思いますので、まあ、結構喋っちゃったけども、もっとやっていこうかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。